と論争する聖アウグスティヌス・ドナトゥス派は、4世紀から5世紀に、かけて、北アフリカで勢力を得たキリスト教の分派。主流派から一端とされる。英語表記からドナティストとも転写される。思想潮流としては、ドナトゥス主義、もしくは英語から転写してドナティズムとも表記される。これをめぐる論争については、ドナテイスト論争等と呼ばれる。アリウス派やネストリウス派と異なり、 三位一体論や神の母といった競技場では主流派と対立していない。そう点は一度企教した者のサクラメントの有効性をめぐる見解である。ドナトゥス派は生徒の教会は常に聖でなければならないと主張。一度企教を廃教した者の行うサクラメントは無効であり、ドナトゥス派に回収する者は洗礼を再び受けなければならないとした。 きっかけとなったのは、311年に、カルタゴの女祭であったカエキリアヌスが、同地の司教に、認職された際、彼を、ノブヒンした司教の一人であるフェリックスが、過去、ディオクレティアヌスの弾圧時に、聖書、聖物を関係に渡し、帰教したものであったため、ヌミディアの司教たちがこの認職を承認せず、別に、マヨリヌスを、カルタゴ司教に任じ、マヨリヌス死後には、 学識と実行力に優れたドナトゥスがカルタゴ司教に建てられたことにあった。この指導者である司教ドナトゥスが、この派の名称、ドナトゥス派、ドナテイスとの名の由来である。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世は、教会の統一を望んで313年に、ローマで教会会議を開き、ここでカエキリアヌスの地位の正当性が承認されたが、ドナトゥス派はこれに従わなかったため弾圧された。 411年に3日間にわたって行われたカルタ語会議ではアウグスティヌスがドナトゥス派への反爆の先頭に立った。ドナトゥス派との論争を通じてアウグスティヌスの教会論は確立された。この論争のテーマは人の罪がサクラメントの有効性に影響するのかどうかにあった。結局、主流派となった教会においては神の恩寵は人の道徳面の状態からは 影響を受けないこと、罪のない人間はいないことを根拠として、サクラメントは一度帰郷した者によるものであっても、有効であることが確認された。ただしこの確認については、卑怯、廃卑、道徳的大敗をそのまま容認するものではない。教会、信徒の無価失を主張したドナテイストに対して、論人を張った、アウカルタ語会議でも論争に決着がつかなかった後、 皇帝ホノリウスにより統一令が発布され、ドナトゥス派は単なる文派ではなく、異端と宣告された。414年にはドナトゥス派は、すべての市民権を剥奪されている。ドナトゥス派は、異端宣告の後にも、急速に衰退したものの、バンダル人の支配下や、東ローマ帝国の支配下にあった時代にまでもなお、存続していた。しかしイスラームの北アフリカへの侵入とともに、 7世紀頃には消滅した。ドナトゥス派をめぐる論争は一度立教したもののサクラメントの有効性についてのものであるがサクラメントの概念自体に疑問符をつけるものではない。カトリック教会の秘跡の概念そのものに疑問符をつけるプロテスタントの登場は16世紀の宗教改革以降のことである。正教会からはドナトゥス派は 正方に発生した分離派と位置づけられる。カトリック教会と同様に、正教会も、私服者アウグスティヌスがドナトゥス派に対し、教会の価値を擁護し恩寵の働きについて主張したことにつき、アウグスティヌスは正教を強力に擁護したと捉える。カトリック教会も、ドナトゥス派に対して反爆したアウグスティヌスを評価する。カトリック教会では、ドナトテスト論争の教理上の意義として、 教会の生成と、非石授与の有効性が、神と、受洗来者の生成の生成に制約されるとする、ドナトゥス派の主張に対し、アウグスティヌスによる、勝利の状態にある教会、途上の状態にある教会との区別する論が勝った、ことが挙げられる。教会の生成には、効果ある、給霊手段、愛の精神、歌手的形態が必要であるとされる。 ドナトス派に属していたものの著作であるからといって、必ずしも現代のカトリック教会から全否定されているわけではなく、著者、著作内容によっては、部分的にカトリック教会から評価されているケースもある。宗教改革者は、神の恵みについてアウグスティヌスの主張を受け入れたが、教会論を無視した。アリスター・マクグラスは、 宗教改革の論議の背景にドナテイスト論争があると指摘し、改革派進学者ーフィールドを引用して、宗教改革はアウグスティヌスの教会論に対する恩恵論の勝利であるとしている。キプリアヌス、アウグスティヌスにとっては廃教よりも教会の分裂がより罪深いことなのであったのだとマクグラスは捉える。キプリアヌスらの独麦の例えの用い方に対し、 クラスルーニアラは毒麦を世に適用し、あらゆる分離を断罪しようとする試みは聖書に根拠がなく、すでに教会は分断状態にあるので、ありがとうございます。